山形新幹線 E8 系の営業運転が始まりました。JR 東日本は3月16日、山形新幹線で約25年ぶりとなる新型車両 E8 系の営業運転を開始しました。E8 系は東北新幹線での最高時速 300km での運転による速達化、全席へのコンセント設置などによるサービス向上を目的として導入される新型車両です。山形新幹線では E3 系が導入された1999年以来約25年ぶりの新形式車両となります。最上川の歴史に共通する新幹線がもたらす豊かさ、そこから生まれる風土や人の交流を促す車両として、デザインコンセプトは、豊かな風土と心を編む列車となっています。2024年春のダイヤ改正より、営業運転を開始しました。デビュー時点では、3編成体制での運用です。JR 東日本によると、全15編成を製造する予定で、順次、E3 系を置き換えていくということです。これで3月16日の KAB ニュースを終わります。